回はですね、ちょっと最初にご案内から差し上げます。いつも YouTube チャンネルから来られてる方いらっしゃると思うんですけども、意外と知られてないホームページ、レアーズマガジンのホームページがあるんですよ。下の概要欄、この辺から見てほしいんですけども、リンク貼ってありますんで、ほらすごいコンテンツが上がっているので、探すのが大変だっていうね、何者ぞっていうベアーズマガジン自体が実はネットテレビでして、それも知られてないっていうことも最近分かったので、ホームページまず上がってきてください。下の概要欄から、そうすると目次のようになってますんで、ページ自体がね、そこから各 YouTube にジャンプできるので、バックナンバーとか探すのすごい楽ですから、それをまあちょっとね、毎回しばらく、いろんな番組の冒頭にお知らせしたいなと思っています。はい、今日はですね、早春のちょっといつものこう堤防に来てみたんですけど、それをね、歩いてみたいと思います。ということで、歩いてみましょうか。いつもの堤防に降りてきてるんですけども、空の感じがすごいんですよね。春ということで、まだ緑、まだあの芝の緑はね、茶色っぽいところが多いですけど、これからですね。ただ虫が結構、春の虫みたいな感じがいっぱい飛んでます。あと野鳥が結構いるな。まだ緑少なくても、その辺でちょっと見ていきたいかなと思って。フキノトウはね、もうかなり大きくなっちゃっています。で、河川敷が木がいっぱいあってね、枯れている状態、まだ、その状態ですけども、いろいろ見ていきましょうか。ゴミもちらちらね、あれそのまんまゴミ袋捨ててありますけど、どっちだろう、川が増水した時に流れてくるということもあるんですけど、これ明らかに捨ててるよね。そういうのもありますね、河川敷で見ていくとですね、まあ対岸のほら、自転車乗ってる人まで見えるんですよ、ここから見えるから、ほらほらほらね、こんな感じで、で、新緑が少し出てきてます。新緑が出てきつつ、キツツキの開けた穴じゃないかなと思うんですけど、こういうふうに見えまして、でその周りにはほら新芽が出てるという感じですね。こういう状態です今。でその下の方に芽をやりますと、さっき言っていたゴミと一緒にフキノトウも伸びてるという感じです。手前にもなんかあるな、副樹草かなんか花終わった状態かな。場所によってはこの間ね、どこだか行った時に、小さな峠みたいなところに副樹草がうわーっていうぐらい出てたんですよ。いや春だなと思いまして、もうちょっと歩いてみようかな、そっちの方に。野鳥のね声も聞こえますし、こういうふうに新芽が、これなんか春の光景としていいですよね。で、フキノトウが出てますけど、その周辺はフキになるので、ちょっと目線を下げていきましょう。ほら、フキが、小さいフキがあります。これきっとやがて大きくなるんだろうな。この辺はフキだらけになるのかな。あら、タイヤが落ちてるよ。すーごいちっちゃいタイヤ。何これ。なんだろうね。何のタイヤかわからんけど、こんなの落ちてます。近くのところも、なんか新芽出てんだけど、これ、こんな感じです。で、遠くには、これは中別川だと思います。中別川が流れて、前紹介したよね。こんな感じです。野鳥がね、ちょっとどこにいるのかな。まあ、
春の感じすごいしてますわ。おお、どこだ？今すごい近くで鳴いた。あれかな。まあ、今日のね、伝えたかったのは、まあ、春のお届けもあったんですけども、冒頭に言ったね、冒頭に伝えたホームページがあるよ、そっちがメインだよっていうことをお知らせしたくて、各番組ごとにこれ案内ね入れていきたいなとは思ってるんですけどね。あららってね、常連さんでチャンネルから来てる方でもホームページあってこれすごい便利じゃないって言われたんで、それもね伝えたかったのと、あそこなんだ、あれあれいっぱいあるぞ、あれなんだろう、なんか水泉みたいな感じだけど、出てきますね。これから花いっぱいになりますよ。で、北海道で、エゾヤマザクラが、4月後半から5月にかけて、咲くとは思いますけども、チューリップとかもね、バーッと、上宇別とかあっちの行ったらあると思うんでね、それはそれで楽しいかなと思いますけども。いやー、野鳥の声がね、ちょっと、この、河川敷の木から下がってみるか。トンビかな、すごい声出してる。で、今ちょうど選挙の時期なので、選挙活動の時期なので、選挙のスピーカーからの、叫び声が結構きます。近い鳥が近い。どっか、いたけどね、これはちょっと追っかけられないぐらい遠いな。若干見えますかね、ほら、まだ雪が、雪捨て場の雪が見えます。お、これはトンビかな、すごい声出してた。野鳥と目が合っちゃったらね、飛んでっちゃうんですよね。まあ、これから本当に緑になって、いっぱい紹介できるのかな、いろんなところ、そんなこと思ってますけど、お空の状態もこれが春のお空かな。どう、空マニアもやってないですけどね、しばらくやりたいですね、空マニア。ほら、野鳥がちょっと飛んでるの見えるかな、遠くだからね。ということで、これから楽しくなるぞシーズン的な、あ、飛んでる、野鳥、そんなお知らせも兼ねて、久しぶりのタメ口カフェかもしれませんけど、またよろしくお願いいたします。ということで、またお会いいたしましょう。ではでは、またまた。